こんばんは、シュンパイロットキョキョです。さて今回はゴッドフレンズさんより新たに発売されたこちらの FOF ワールドキャットをご紹介します。第二次世界大戦初期の太平洋上で、あのゼロ戦としのぎを削った有名な艦上戦闘機です。今回ゴッドフレンズさんで実装されたこの機体でどんなことができるのか、また飛ばし方についてご紹介をしていきます。それでは外観から確認していきます。こちらがゴッドフレンズさんから新たにリリースされたグラマン社製の艦上戦闘機である FOF です。愛称はワイルドキャットです。1930年代に初飛行した戦闘機で、第二次世界大戦中ゼロ戦を相手に果敢に戦いを挑んだ機体です。 FOF には様々な派生機体が製造されましたが、今回ゴッドフレンズさんからリリースされた機体はそのうちの一つであるダッシュ4型と呼ばれる機体です。このダッシュ4型の特徴としては、折りたたみ可能な主翼を持っていることです。主翼を広げるため一旦コックピット内に入ります。 FOF のコックピットです。正面には飛行に最低限必要な高度や速度、昇降傾やプロペラの回転数がわかる計器があります。機体の左側ではプロペラの回転数やスロットルなどをコントロールし、右側では機体の電源や無線関係などを操作するパネル等があります。計器下を触るとテーブルを展開することができます。テーブルの左下にある紙で機体のオプションを変更することができます。翼を展開するためには、一番下のアンフォールドウィングを押すか、ウィングのスイッチを操作すると翼を展開することができます。主翼には片側3門、計6門のブローニング M2 の機関銃があります。ゴッドフレンズさんの専用ページから購入した場合、実際にこのブローニング M2 を撃つことができます。そしてもう一つの特典は日本の旭日旗です。こちらはゼロ戦の撃墜数をイメージするためにペイントされています。この他にも専用の特別なリバリーが一つ用意されています。それでは機体を動かしてみたいと思います。まず右を向いてペイロードのセレクターを確認します。もし機体に爆弾を追加したい場合は、外側のスイッチをオンにします。オンにすることで爆弾が搭載されます。次に中央付近にあるペイロードスイッチを操作します。オンにすると外部燃料タンクを追加することができます。テーブルを引いてオプションを確認します。外部タンクに燃料を補給したい場合は、リフュードロップタンクにチェックを入れます。機体にミラーが欲しい場合は、ミラーインストールにチェックを入れます。その他のオプションについてです。グラウンドハンドリングはチェックを入れると、離着陸を行った際にラダーのアシストを入れるか、そうでないかを設定することができます。エアラバティックスモークについては、この機体でスモークを出したい場合にチェックを入れます。プライマーシミュレーションについては、エンジンを始動する際、適切なプライマー操作を行わないとエンジンが始動しなくなるオプションを追加するか、そうでないかを選択することができます。最後のハンドルインタラクションズについては、カールフラップ操作とワンクリックで操作できるようにするか、手動で操縦するかを選択することができます。例えばカウルフラップのハンドルをワンクリックで操作するとこんな感じでぐるぐる回りますが、オプションを有効にすると1回転しか回らないようになります。こちらはお好みに応じて変更してください。バッテリーのボルト、アンペアを確認します。メインバッテリースイッチをオンにします。エレベータートリムをナチュラルにします。ラダートリムをナチュラルにします。エルドントリムもナチュラルにします。テールウィールロックをアンロックにします。フューエルセレクターをメインにします。イマージェンシーフューエルポンプをオンにします。
マグニトーズをボスにします。スロットルレバーを少しだけ前に動かします。ミクスチャーをフルリッチにします。プロペラレバーを 100% にします。カウルフラップを開けます。プライマーを 1,2 回か引きます。アプローチライトをオンにします。フォーメーションライトをオンにします。スタータースイッチをオンにします。ジェネレータースイッチをオンにします。エンジン音がうるさい場合はヘッドホンを着用します。気圧高度計を調節します。ピトーヒートスイッチをオンにします。コックピットの右下には無線とトランスポンダーがあるのでセットしておきます。パーキングブレーキを操作して車止めを外します。フットブレーキをリリースして滑走路まで移動します。滑走路前に到着しました。ランディングライトをダウンにします。トランスポンダーのノブを回して、ライトが点灯している状態にします。そして上にあるスイッチをオン側に倒します。滑走路の左右を確認して、問題がなければ進入します。では離陸します。テールウィールロックをロック側にします。キャノピーを閉めます。スロットルを前に動かします。フットブレーキをリリースして離陸します。離陸したのでギアアップします。ランディングギアの状態については右側のゲージで確認することができます。エマージェンシーフューエルポンプをオフにします。ランディングライトをアップにします。もし空母から離陸する場合は、ローンチスイッチを3秒間操作することで、空母から離陸することができます。もし飛んでいて迷ってしまった場合は、オプションからガーミンのマークを押します。正面にガーミン製の計器が表示され、現在位置を確認できるようになります。1万フィートを超えたらアプローチライトをオフにします。この機体の特殊機能をご紹介します。まずは機銃です。機銃を撃つ場合、セットペデスタルライトに割り当てを追加するか、操縦桿にある赤いスイッチを押すことで機銃が撃てます。ガンサイトもあり、オンにすることでこんな感じで標準が表示されます。専用のガンカメラも用意されています。こんな感じでフィルム撮影のような効果が用意されています。次は爆弾の投下です。投下するためにはトグルキャビンライトに割り当てを追加するか、コックピット左側にあるレバーで操作します。まずは投下する爆弾をレバーで選択します。レバーが中央にある場合、左右にある2つの爆弾が同時に投下されます。コントローラーに割り当てられたボタンを押すか、赤いレバーを操作します。
こんな感じで爆弾が投下されます。爆弾の補給は地上に着陸するまでできない仕様です。最後は外部燃料タンクの切り離しです。切り離しにはトグルアンチアイスに割り当てを追加するか、機体右側にある赤いガードを開けて中にあるスイッチをオンにします。スモークは右側にあるスイッチを操作するか、ストロボライト系に割り当てを追加することで機体の後部からスモークが出ます。このスモークはマルチプレイヤーでも見られるようになっています。それでは着陸します。ランディングライトをダウンにします。アプローチライトをオンにします。ギアダウンします。空母に着艦する場合はテールフックを引きます。フラップを下ろします。ガンサイトをオフにします。プロペラレバーをマックス、ミクスチャーをリッチにします。3点設置で着陸するため少しだけ機首を上に上げます。前に倒れないよう小刻みにブレーキを踏みます。着陸したのでテールウィールロックをアンロックにします。駐機する場所に到着しました。ランディングライトをアップ、アプローチライトをオフにします。フラップをアップの位置にします。トランスポンダーをオフにします。プロペラレバーとミクスチャーレバーを手前に引きます。パーキングブレーキをセットします。マグニトーズをオフにします。フューエルタンクをオフにします。ピトーヒートをオフにします。バッテリーをオフにします。カウルフラップを閉じます。以上で機体をシャットダウンすることができます。ゴッドフレンズさんからリリースされた F4F をご紹介しました。非常によく動く機体となっており、ゴッドフレンズさんのストアで購入すれば機銃を撃つことができたり、爆弾を投下できたりします。もしそういった機体が好きな場合、ぜひ購入してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、良いフライトを。